皆さんどうもこんにちはミントスです今回はエレベータードレッドというゲームをやっていくんですがなんとこのゲームビラを配るだけです本当にビラを配るだけですビラを配るだけなんですが怖いとのことなんでなぜそんな怖いとこにビラを配りに行かなければいけないかというそんな気持ちになりながら今行こうと思います はやっはいや、大丈夫って言 OK。たぶここに書いてあるメッセージに関してはですね、今から未来配って最高の気分を迎えたいぜつって言ってないと思います。さ行こうか。結構、外の画質あれですね、荒いですねせ。ちょっと…めちゃくちゃ強かったああ、ついいあ。ぬるって動くな。なんかスケートリンクみたいな。何これ。 えー、なんかミッシング、ミッシング、ミッシングですね。行方不明の方多いんですかねメス、えお掃除し、あげてもらっていいですかえはめちゃくちゃセット入れた方が開いたけど、なにガチャーンっつってたけど、なに あ、これだけでいいんだ。ハロウィンだって。これをね、各階層に貼っていくゲームらしいですけどね。なんか、え怖くなるのかなあんまりなんかね、音とかもそんな大きくもないし、なんでしょうか。油断してるといきはバーンってくるのかなあ電気がね、 ついたりはするんですが今んとこ怖い要素ないですねあ、先生ビラ配るだけでいいんで持っていきましょうかビラ配りとかのバイトしたことないけどこれさこんな感じでさペタペタさ貼り付けて怒られないのなんかめっちゃ気になるんだけどこれ。 こういうものなんですかねえ、なに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 えなにあ、階段ダメもしかして階段階段ダメっぽいね汚いエレベーターなぁなんやこの落書きはい、じゃ行きましょうかああええ、なにでもなんか大きいしいなかったえ あなんかだんだん怖くなっていった。なんか、えな何これハイドなんか、すげえ嫌な予感がしていったんけど。だって、突然。 さっきまでなんか、このゲームすごい静かなと思ってたんですけど、突然なんか、屋根予感が、プンプンしてきましたね。なんか今光ってなかった。謎の光沢感、溢れ出る。えなになにこの模様 なんか、怪しくないあんなとこって普通あるのもう海外だと当たり前なのこういうの。私、マンションとかあまし、えなんで開いてんの開いてましたっけこれずっと。あ、今回何もなかったわ。今回何もなかったけど。え、何なんか変なやついない 2階なんかいないなんか、ダッシュがあるんだけど、何ダッシュって。ダッシュえなに会場かなんかいんのこれ。会場にいるえなんでこんなバイト始めちゃったんだろう 大丈夫ですか風邪ひいたんですかあるかわからないんですけどえなんか音しない階段の方から。 いるわけじゃないんだ。え。あ、いたばえ。まだ終わってない。三回、嘘。あ、これ。あ、これでいいんだ。これでいい。 うわえっ何かすごいでかいってこなかった今あ、なんそんもんなんだろうものがあるのいやなんでこの状況にさ え待って。だんだん部屋が少なくなってないなんかすごくにうんだけど。すごく少なくなってはいるけど。え今回隠れるとこない。えなんか、ヌッくしたえ今回隠れるとこないんだけど。なにれる気味んとこあるのこれ。えこれ絶対なんかあるよね。 何あ今回あこれ順番に来るやつさじゃあ次5回結構なんかえっ何急に対応したいの何キリキリ音の時大丈夫すごいいっぱいゴミされてんじゃないこれ廃墟かなんかなのかななんか全然なんかあれなんだけどいやこうチカチカしてる感じやばいよね。 何この包丁やばない絶対やばいやつやんこれ。明らか大きいけど包丁が。えなんかさ。えなにこれえこれ何入っていいのお邪魔します。 え、なに今なんかいたなんかいたなんかいたえ誰なんかいるんだけどえ、なにパイロササと<ッ>、はあ、ははなに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 え、なに来るの なんなのよこれ本当にもう6階悪魔の数字じゃん これ日本語じゃなかったクリネックスキルですって言ってなかった今ちょっと大きくないなんかいろいろと物の配置おかしくないいやもうやっぱ上野宙立派はねやばいよなんかよくわかんねえ花もあるし明らかなんかおかしいよこれ 明らか、おかしいのに張り続けれる主人公の精神もおかしいと思ってる俺は絶対これなんかあるやつや絶対ある絶対あだシャシャシャおケオケオけえっ何これえ逆にないのが怖いもうほんとに見てた同じさやろ多分えっえっえっ何子供の遊具ある でっかい哺乳瓶な、これミルクビンなにん何がここにでかい二足歩行する手がでかい赤ちゃんがいるってことこれもしかしてわ出たポスターとかよくあるやつずっと見つめてくる見,見える目なんだけどたぶんこれはずっと見られてる。 嫌いのこれやばい絶対なのダメだこれどんどん不気味になるいやだちょっと待ってほんにこういなんかよくわかんない落器家いっぱい書いてあるしはははもうこう遅さかってもえな何 何。来るか、あ、来るか、いや、来ない。もうわー来ないんだー。じゃ、絶対来るぞ、これ、次。あー、もう、本当、そうっす、やだ。なにおでかいスピーカー。何なの、四日で行く。三日で行こうか。うわ、子供を制されてるとかあるんだけど。どうなってんの。こっち、行く。 こっち行くただここに向かっていて。くのさキリキリ、キリキリってく音い音やだね。ああ、いいビュチだね。どの叫び声が急になったりしなければ最高だと思うが。<noise> こうなんか なに、何これ、うわ、なんか入いてるよ、一応見とく。お待ちます。なに、これ。隠れるとこあるが。赤ちゃんの鳴き声。うわ、不気味だに、これ。え。なになに。 おギャバぶった今えこう持ってくんのえっつながってんだえなにこれえめっちゃ不気味なんだけど俺ぜっえなにテレビなにこれ本物,物絵ステイ これを見ろってこと？子供がビール飲んで、とんでもなくそこにな、こんなもん飲んで。え？なんだ？映像持った持ったぞ。なんだ？え？なんも書くもないんだけど。そっか。 さあ、こっちに何かあるんだ。さあ、最後見ろう。ある。あってはいるが。なんだできるわけではない。戻るか。

どこここめっちゃ暗いし何え階段行けばいいえさっきまで階段行けなかったのに一応先こっち見とこうかうわ、怖なになに出てくるなんで怖いんだうわじゃあ左じゃん絶対これ さっきまで全く見えなかった場所がんかあるんだけどこれうわー行くのか今から俺ここに行くのか <laughs> 行こうかよしあっえっなっ何もないけどえなんか道変わってないええな何 バックルーム的な感じこれもしかして。あの不気味な赤ん坊を探し続けるみたいな。いっちゃ嫌なや,やつ。本当に。ええあ、父親がいる。えなんで化け物じゃなくて、自分が自殺した姿だったんだ。えなんで え狭いなにこれえ一階回えオープンって待って何人間のなりで果てってことえっ2したやつが ここにすると化け物になってビラを配りに行ったやつ襲い続けるとかもしくはその学校の友達だったやつをここに待ち構えていたみたいな高時給のバイトでそういう感じももしかして見すぎるだろうこれから先何があっても不気味なアパートかマンションでビラ配りするだけやめとこうと思います それでは皆さんもこのバイトをするは気をつけてください。それではまたよかったら見てください。ミントセシュした。またね。バイバイ。よければチャンネル登録もお願いします。See you!